楽天生命パーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズ、このゲームの模様をお送りいたします。イーグルスの先発は右の安楽、対するファイターズの先発は右の鈴木、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の鈴木マウンドに上がります。イーグルス打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは小郷、打った、セカンドゴロ正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番藤田、投げた、インコース低めいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。第3球を投げた、外角、空振り三振。鈴木見事なピッチングです。バッターは3番岡島、次が5球目、投げました、外れた、ボール。次が6球目、投げました、打ちました、サード右横のゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。鈴木3人でピシャリと抑えています。1回の裏が終わりまして2対0、ファイターズ2点リードは変わりません。2回の裏、2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、先頭バッターは DH の内田、第2球投げました、ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げました、見送ってボール。さあ5球目、ボール。さあ6球目、流し打ち、1、2塁間破った、内田、いいバッティングを見せました。バッターは5番山下、投げました、アウトコース低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第4球は内角低めいっぱい、見逃し三振。第3球を投げた、打った、高浜交代、センター前ヒット、ボールは中継、たくまるナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。アウトコース低め空振り、少し迷ったか、投げた、見送ってストライク。次が4球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、ヒメネス、いいバッティングを見せました。ファイターズなおもピンチが続きます。低めボール球打った、高浜軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。鈴木踏ん張って満塁のランナー3人残塁。2回の裏が終わりまして2対0、ファイターズ2点リードは変わりません。イーグルス、この回1番からの高打順になります。トップバッターは5号、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、打ちました、ショートバウンド取った、今井うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、打った、抜けた、藤田ナイスバッティングです。左バッターボックスは3番岡島、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファウルボール。第3球は打ちました、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。3回まで終了しまして2対0、ファイターズ2点リードは変わりません。4回の裏、2点を追いかけます。イーグルスの攻撃、先頭バッターは指名、打った、抜けた、内田、いいバッティングを見せました。バッターは5番山下、第1打席はスイング、打った、痛烈な当たり、破ってった、ボールは中継、山下ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。決まった、ストライク、追い込んでいます。投げました、縦のスライダー、空振り三振。先ほどヒットを放っている拓丸、次が4球目、投げました、空振り三振、バットアウト、2者連続三振でピンチをしのぎます。では改めてリプレイをご覧。第9球投げました、スライダー見送ってストライク。さあ次の投球、ストレートはボール、投げました、打ちました、レフトへ上がった、掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。鈴木踏ん張ってランナー2人残塁。4回の裏が終わりまして2対0、ファイターズ2点リードは変わりません。イーグルス、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは西牧、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第5球、
投げました。決まった、ストライク。投球はこれから6球目。打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って小郷。今日はセカンドゴロとファーストゴロ。アウトロー、空振り。第5球投げた、打ちました。打球はレフトへ、ヒット。小郷いいバッティングを見せました。バッターは2番藤田、これが3度目のバッターボックス。さあ次の投球、見送ってストライク。投げた、直球見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、打ちました。1・2塁間へ抜けた、ライトからサードへ。藤田ナイスバッティングです。ファイターズ2点差で逃げ切りました。ご覧のように北海道日本ハムファイターズの勝利でございます。勝利投手西村、西武秋吉、敗戦投手安楽。さて本日のヒーローは秋吉、無失点の好投を見せました。本当に今日は